皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。1969年に登場した日産初代フェアレディ Z は、それまでのダットサンフェアレディに代わるスポーツカーとして発売されました。この時期、アメリカ市場において小型車メーカーとしての地位を確立しようとしていた日産は、イメージリーダーとなる車種を必要としていました。フェアレディ Z はまさにその期待に応えたモデルです。その成功の要因として、高級 GT と比較しても、遜色ないスペックや美しいスタイリング、そして手頃な価格設定が挙げられます。特に北米市場ではそのコストパフォーマンスの良さが大きな支持を受け、爆発的なヒットとなりました。総販売台数は55万台に達し、そのうち日本国内では8万台が販売されました。この販売記録は当時のスポーツカー市場において、前例のないものであり、フェアレディ Z がいかに広く愛された車種であったかを物語っています。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。フェアレディ Z の成功は、単なる売れる車を作ることにとどまらず、日産の海外進出における重要な、ターニングポイントともなりました。この車がダットサンというブランド名で、世界中に知られることとなり、特にアメリカではダットサンというブランドが、一般に浸透し、日産の北米進出をサポートしました。このような背景からフェアレディ Z は、日産のイメージリーダーとしてだけでなく、国際的な成功を収めた記念碑的な車種とされています。今でも、クラシックカーとしての人気は世界的に高く、その存在感は衰えることを知りません。フェアレディ Z がこれほどまでに成功を収めた背景には、当時の日産のビジョンが大きく関係していると思います。北米市場を中心とした海外展開において、単に売れる車を作るのではなく、国際市場で日産を象徴するイメージリーダーとしての役割をフェアレディ Z に期待していたことが伝わります。またスペックやスタイリングだけでなく、その手頃な価格設定も大きな魅力でした。これは消費者の立場から見ると、手に届く夢の車であったことが、長期にわたる成功につながった要因ではないでしょうか。さらにフェアレディ Z はスポーツカーとしての魅力だけでなく、その歴史的な役割も重要です。フェアレディ Z がもたらした、日産のブランド力向上や国際市場での成功は、他のスポーツカーには見られないほどの大きな影響を与えました。このような背景からフェアレディ Z は、時代を超えて愛される車として、今後もクラシックカー市場でその存在感を維持し続けることでしょう。フェアレディ Z の開発は1960年代に、北米日産の社長を務めていた片山豊氏の強力なリーダーシップによって実現しました。片山氏は北米市場での競争力を高めるためには、ダットサンフェアレディを上回る新しいスポーツカーが必要だと感じていました。当時、英国製の小型スポーツカーが主流であった中で、片山氏はそれに代わるイメージリーダーを求め、日産本社に対して開発を熱心に働きかけました。その結果、日産本社から新しいスポーツカーの開発が承認され、Z という勝利を象徴するシンボルを込めて、フェアレディ Z が誕生しました。この Z の名称は単なる偶然ではなく、片山氏の熱意とビジョンを反映しており、その名にふさわしいモデルとして市場に送り出されました。開発チームは片山氏の要望に応える形で、ジャガー E タイプに匹敵するスタイリングと、競争力のあるスペックを備えた車を設計しました。モノコックボディと四輪独立懸架のストラット式サスペンションを採用し、軽量かつ高性能なスポーツカーとして仕上がりました。フェアレディ Z の開発経緯を深掘りしていくと、片山豊氏のリーダーシップがいかに重要であったかが浮き彫りになります。特に日産本社が腰の重い対応をしていた中で、片山氏が根気強くプロジェクトを推進したことは、今日の自動車業界における重要な教訓となるでしょう。リーダーシップとは単に指示を出すだけでなく、時に情熱を持って他社を巻き込み、ビジョンを実現させる力が必要です。また片山氏が求めた、ジャガー E タイプのような車、というビジョンは単なる模倣ではなく、日産独自の価値観を取り入れた結果として、フェアレディ Z が誕生したことが理解できます。この過程を知るとフェアレディ Z は単なる成功作ではなく、日産のイノベーションの結晶であることがわかります。さらに Z 旗というシンボルを社名に採用したことは、単なる商業的な戦略ではなく、車に対する信念と誇りを反映していると言えます。
フェアレディ Z のデザインは、日産自動車第一造形科第四デザインスタジオの松尾義彦氏率いるチームによって手掛けられました。スタイリングのコンセプトは当時の欧米で主流だった、ロングノーズショートデッキの美しいプロポーションを取り入れながら、日本独自のデザイン感覚を加味するというものでした。その結果、フェアレディ Z は、他のスポーツカーとは一線を画する、洗練された外観を持つことになりました。特にそのロングノーズは、フロントエンジンリアドライブという、スポーツカーの典型的なレイアウトを象徴しており、エンジンフードが長く、車体の重心が後方に位置することで、優れた重量バランスと操縦安定性が確保されました。またフェアレディ Z の車体は、当時の日本車にしては珍しく、非常に低い前高を実現しており、空力性能にも優れていました。この特徴がスポーツカーとしての、ダイナミックな走行性能と、美しさを同時に兼ね備えたデザインへと結実しています。メカニズムに関してはレース想定用の 2.0 リッター直列6気筒エンジンを搭載した Z432 モデルが特に注目されます。このエンジンはスカイライン GTR に搭載されていたものと同じエンジンで、スポーツ走行においても高いパフォーマンスを発揮しました。四輪独立懸架サスペンションの採用により、コーナリング時の安定性や路面追従性が格段に向上し、当時の同クラスのスポーツカーと比べても、優れた運動性能を持っていました。また軽量なボディと相まって、高速域でも安定した走行が可能となり、特に高速道路でのドライビングフィールには、定評がありました。フェアレディ Z は単なる直線加速だけでなく、曲線美と機能美が融合した究極のスポーツカーとして、多くのファンに愛され続けています。フェアレディ Z のデザインは、松尾義彦氏を中心としたチームの独創性と、美的感覚が存分に発揮されたものです。特にロングノーズショートデッキのプロポーションは、欧米のスポーツカー文化を尊重しつつ、日本車としてのアイデンティティを確立している点が特徴的です。このデザインは今でもスポーツカーの定番スタイルとして受け継がれており、まさに時代を超えた魅力を持っていると感じます。またメカニズム面においても、フェアレディ Z は当時の最先端技術を導入し、スポーツカーとしての本質を追求していたことがよくわかります。スカイライン GTR と同じエンジンを搭載している点からも、日産がこのモデルにかけた期待の大きさが伝わります。さらに四輪独立懸架サスペンションや軽量ボディの採用により、操縦性や走行安定性が飛躍的に向上していることから、フェアレディ Z が単なる美しいスポーツカーではなく、走行性能においても世界トップレベルの車だったと言えるでしょう。特に注目したいのはフェアレディ Z が日本国内のみならず、海外市場でも高い評価を受けた理由の一つが、このバランスの取れたデザインとの融合にあった点です。車好きにとって美しいデザインと、優れた走行性能が両立する車は理想的であり、フェアレディ Z はその理想を具現化した、国産車モデルの一つだったのです。S30 型フェアレディ Z には、一般的に L 型直列6気筒エンジンが搭載されており、その技術的な革新性が高く評価されています。エンジン自体はシンプルな設計ながらも高い信頼性を持ち、特にアメリカ市場でのニーズに応えるべく、2.4 リットルに排気量を拡大した L24 型エンジンが採用されました。このエンジンは低速域から豊富なトルクを発揮し、大排気量車との競争においても、高いパフォーマンスを発揮しました。また L 型エンジンは整備が容易で、信頼性も高く、これがフェアレディ Z の人気を支える要因となりました。特に、アメリカ市場では大排気量車が一般的であったため、Z はそのパフォーマンスと耐久性で高く評価され、消費者の支持を得ることができました。フェアレディ Z の市場における影響力は、当時の自動車業界にとって計り知れないものでした。この車がスポーツカーとして成功を収めたことで、日本車が国際市場においても、十分に通用することを証明しました。特に北米市場での成功は、日産のグローバル展開を後押しする要因となりました。1960年代から70年代にかけて、アメリカではマッスルカーが、大きな人気を博していましたが、フェアレディ Z はその流れに逆行するかのように、より軽量で高性能なスポーツカーとして登場しました。これは燃費や操縦性を重視する消費者層に支持され、結果的にフェアレディ Z は一大ブームを巻き起こしました。さらにフェアレディ Z はその価格帯において、高性能な車としての位置づけが明確であり、多くの若者に手に届く夢の車として受け入れられました。この点で他の高級スポーツカーにはない魅力を持っていたことは明らかです。フェアレディ Z の登場によって、スポーツカーはエリート層だけが楽しめるもの、と
ういう概念が覆されより多くの人々にスポーツカー文化が広がったのです。フェアレディ Z が日本車に対する国際的なイメージを大きく変えたという点は非常に興味深いです。特にアメリカ市場における成功は日産だけでなく日本の自動車業界全体にとっても非常に重要な出来事だったと思います。それまでの日本車は小型で安価というイメージが強かったですが、フェアレディ Z は高性能でスタイリッシュという新たな価値を日本車にもたらしました。またフェアレディ Z が多くの若者に手の届く夢の車として受け入れられたことはスポーツカー文化の大衆化に大きく貢献したと言えるでしょう。これまでスポーツカーは富裕層の嗜好品とされていましたが、フェアレディ Z はその枠を超えてより多くの人々にスポーツカーの楽しさを提供しました。この影響は自動車市場におけるスポーツカーブームにもつながっていると考えられます。特に日本国内でもフェアレディ Z の成功は他のメーカーにとっても刺激となり、その後の国産スポーツカー開発競争を加速させました。これによりトヨタスープラやマツダ RX7 といった名車が誕生し、日本のスポーツカーが世界市場で高い評価を受ける一因となったのです。初代フェアレディ Z はその人気の高さからレストアプロジェクトが立ち上げられるほどのクラシックカーとしての地位を確立しています。1996年には北米日産がヴィンテージ Z プロジェクトを開始し、新品及び中古のパーツを集めて S30 型 240Z をレストアして限定販売するという試みが行われました。このプロジェクトは予想以上の費用と時間がかかり計画通りに進まなかったものの、その後も Z に対する熱い支持は続いています。現在でも初代フェアレディ Z はクラシックカーとして非常に高い人気を誇り、日本国内外で多くの愛好者が存在します。2022年には日本自動車殿堂の歴史遺産車として認定され、その評価はますます高まっています。初代フェアレディ Z は単なるスポーツカー以上の存在です。日本の自動車産業が世界市場に打って出るための象徴的な車であり、その美しいデザインと優れた性能、そして手の届きやすい価格が多くの人々を魅了しました。今でもその人気は衰えることなくクラシックカーとして愛され続けています。初代フェアレディ Z の成功は日産が世界の自動車市場において確固たる地位を築くきっかけとなり、スポーツカーの歴史に大きな足跡を残しました。これからもその魅力は色あせることなく多くのファンに愛され続けることでしょう。さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。